録画せし、このままです。はい、それでは実況プレイやっていきたいと思います。よろしくお願いします。支援機ができましたので、こちらまでやっていきたいと思います。で、モジュールボードっていうのをですね、追加しました。少し能力が上がったのかな。モジュールボードとマスタリーシートっていうのを選択しましたね。で、射撃補正とかですね、対レーダー補正みたいなのが少し上がってます。まあ上がっててもね、操作方法を含めて相変わらずグダグダなので、そこはちょっとご容赦いただきたいと思います。目標は相変わらず1機レヒア漁夫の利で、おっと、これはちょっと敵強豪だね。これね、パッと見初心者がいないな、相手。もうこれは圧倒的に負けそうな雰囲気ですね。スナイパー合戦でも劣勢ないそうな雰囲気。はい、じゃあ頑張っていきたいと思います。まず土台を呼びます。中継地点を占拠。長距離移動にはサブフライトシステムの利用がおすすめです。味方から救援要請。敵です。各機味方機が中継地点を占拠。損傷警備。当たった。 OK、敵が撃った方がいいね。損傷増加。曲がったね、今ビームが。クラウドか。味方機が中継地点を占拠。戦闘エリアに未確認機が侵入。リロードが損傷甚大。アウト。ちょっともうこれ射撃戦無理だな。味方機がやられました。中継地点を奪われました。再出撃する場所を選択してください。さ、出撃です。セグド。味方機がやられました。味方が敵機を撃破。ロックオンによってターゲットを固定できますが、同時に相手にも狙っていることを知られてしまいます。そうなんだ。味方機がやられました。上がった。連続撃破している味方が。心強いですね。ランダーゼロ。やばい、来た。なんかすげえとこ来た。味方が敵を連続撃破。あなたの力、見せてください。味方機がやられました。敵部隊より多くの中継地点を占拠することで、まずいまずいまずい、食らってしまった。減らすことができます。おお、やばい。味方機がやられました。危ねえ。危ねえ今の。味方が敵機を撃破。損傷甚大。もう待ちません。すごい。敵をスラスター、オーバーヒート。
自らやられに行ってしまったと思ったらスナイパーでやられたんだ。これ自分のキャラ的には格闘の方がいいかな。機体特性を把握し適切な間合いで戦闘しましょう。全中継地点の占拠に成功。味方から救援要請。中継地点を奪われました。残り 50% です。味方機がやられました。中継地点を奪われました。損傷増加。ガンダゼロ。損傷甚大。もう持ちません。向こうが威力が。味方が敵を連続撃破。あーやられた、まあ、蹴り入れたけどね。これでも何年勝ってるって。再出撃する場所を選択してください。 B しかダメじゃん。すごい出撃です。味方機がやられました。味方機がやられました。オッケー、いいタイミングだったね。敵部隊によって排除されました。いいタイミングでした。デルタホーム行こう。これ撃った後に固まるんだね。拠点破壊は戦力ゲージの減少が大きく攻守ともに勝敗を左右する重要な要素です。中継地点を奪われました。連続撃破し、片時が中継地点を占拠。味方機がやられました。味方と合流。あーやられた。なかなかむずいな。でもだんだんなんとかスキル発動っていうのを持ってきて。味方が撤去できた。再出撃する場所を選択してください。チャーリー出撃です。さあこれも実味方が撤去を撃破。今の我が軍の戦力残り 50% を切りました。はい、終了です。試合は勝ったのかな。グダグダだったけど。なんか圧倒的に負けそうでしたけど、あの拠点取ってる味方がいましたね。ちょっとそろそろ他の機体やりたいな。あ、はいじゃない、まだ早い。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしくお願いいただければと思います。